なんか私がねちょっとね運動が足りねえんじゃないかと。いや遅いよ気づくのが。体力測定をしてみようぜと。新しく届いた、うん、マシマシパーカー、うん、ベールを脱ぎます。ついに脱いじゃん。ベールを脱ぐとですね、うん、浦和レッズのよくわかんないよそれは。僕とザキさんの体力見てくれ。あ俺もなんですね。行くぞ。まずは 50m 走だ。僕は高校が通信制だったんで体育が1年中野球とサッカーしかやってなかったんで陸上やってなかったんですよ。だから高校の時測ってないんで中学の時にでも7秒台6秒台多分僕行ってないと思うんですよ。じゃあ早速僕の最速は高校3年生の8秒ジャストというのがありますんでね。じゃあ1についてよーいドン。おっせー10秒36。縄跳び持久力対決。結構体力は限界に近づいてますね。なんでここで持久系なのかっていうというわけで今回のルールはですね、とにかく長く飛んだ方が勝ちということで、勝った方は勝った方なんでこれだけあんの体力測定なんで。じゃあ早速飛んでいきますよ。はい、よーいスタート。おっ、あ、余裕こんな1年でも飛んでられるのこれ。こんないや引っかかりそうマジで。当たりそうですね。全く同じペースよ今。ちょうどちょうど同じ。あちょっとずれてきたよ。ちょっと重いのが飛ぶからワンチャン負けそうで怖かった。気の緩みと足の緩み以上が敗北の原因です。ただね若干のスタートのペースがねこいつちょっとゆっくりだったんだよ。途中から一緒になったけどだからちょっとねズルしてんのよこいつ。うまかった。時給なんだから同じペースでやんないと。見てると低レベルすぎると思ったよ多分これ。じゃあ次最後は 400m 走。はい、というわけで最後の競技となりました。いろいろあったんですが他にもちょっと体力の限界で早かったね。反復横跳び測るとかもあったんだけど、これ以上やるとちょっとまた病院に逆になってしまうかもしれない。マイケル・ジョンソンが 400m 43秒18だから参考記録ちょっと覚えといて。絶対参考になるんだから。よーいスタート。ザキさんね1分37秒あいつは2分11秒だよね。半分いったぐらいで、うん、もう止まろうと思ってた。時給総大会だよね。40秒は無理だわな。ということで赤星のしらし TV の体力測定また次回。Thank you.
ー。